今から石破政調会長の記者会見を行います。会長お願いいたします。今回の巨大な地震によって、命を奪われた方、被災された方々に対して心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。合わせまして福島原発の今回の事故に伴い被災をされた方、あるいは避難をなさっておられる方、自宅で待機をしておられる方々、その方々のご労苦を心からお見舞いを申し上げる次第であります。合わせまして自衛隊、消防、警察をはじめとして現地の自治体は当然でございますが、不眠不休で全力で対応に当たっておられる皆様方に心から敬意を表し、お礼を我が党として申し上げる次第であります。私どもとして1年1回自由民主党としてこの未曽有の事態にどのように取り組んでいるかということについてレポートをさせていただきたいと思います。今後よく協議をしまして、毎日1回誰が発表するかということも合わせまして決めていきたいと思いますが、本日はとりあえず総裁のご裁可をいただきまして私がやらせていただきたいと思います。まず第一に、被災地からの緊急のレポートということであります。本日も同席をしておりますが、災害対策本部の事務局次長であります長島議員、そして徳田議員、菅原議員、各議員が今朝物資を積みましたトラックを自らも運転して現地に入りました。昨日です、現地に入りました。長島徳田両議員は午後1時、福島県の北部に入りまして、南相馬市からの被災者を収容しております避難所に物資を配送いたしました。各避難所ではまだまだ物資が不足していると、さらなる物資搬送が急務である、衛生状態が悪化をしており、男性の方、女性の方ともに下着、洗剤が欲しいというような声が届けられております。菅原議員は仙台から多賀城、午後5時には塩釜の避難所に到着をし物資を届けました。避難所も津波で泥をかぶっており、生活物資は何もかも足りないという報告が上がってきております。党本部より宮城、岩手、福島に向けトラック4台がおむつでありますとか生活用品を積んで出発をいたしたところであります。被災地からの緊急レポートは以上であります。また本日谷議員、西村議員が参加をいたしまして、政府と各党の実務者の第2回の会合が開かれました。本日の議題は原発対応、そしてまた計画停電についてであります。失礼しました。原発対応、そして、避難所の支援についてであります。出席者は谷議員、西村議員であります。そこにおいて、述べましたことは、農産物への放射能被害に対します政府の対応、これが未だ明確ではありません。これは急を要します、生物でもございますので、そのような放射能被害に対します政府の対応というものを明確化されたいということ、そしてこれは発災以来ずっと申し上げているところでございますが、原発の対応についていろんな情報が出されますが、外国のメディアに対して十分伝わっていないということがございます。ここは英語でよろしいのだと思いますけれども、外国のメディアに対しまして正確な原発情報の提供というものが必要であるということでございます。そして支援がいろんな事情があろうかと思いますが、これが遅れております。避難所の状況は刻々と悪化をしておりまして、救える命、これを何としても救わねばなということで全力で取り組んでもらいたいということであります。また避難所ニーズに対応した避難所運営、
これが図られる体制が早急に確立をされねばならないということを申し上げたところでございます。緊急レポートにつきましては他に、付け加えることを申し上げさせていただきたいと思います。現場で災害対策に当たっております町村の対応力、これが限界に達しておるというレポートが上がってきております。市町村の対応力を維持向上させる、そのような措置が必要であるということ、そして物資が不足しておりますし、特に必要とされておりますのがマスク、下着、消毒剤等であります。そしてこれは極めて重要なことでありますが、市町村に物資は集積をされているのですが、そこにおいて全ての人に公平に届かねばならんという行政の、これは一つの鉄則とは言われておるのでありますが、その公平さを重んじるあまり、品目ごとに一定量が確保されなければ避難所には物が行かないということがあちらこちらで起こっておるようであります。そこのところに工夫が必要だということがございまして、全ての人に行き渡るまで物資が集積しないと、そういうような配布が行われませんよということは、一工夫二工夫いるのではないかということであります。また自宅におられる被災者の方々、外へ出ないでくださいねと一方で言いながら、一方では自宅にいてくださいねということがあるわけであります。自宅におられる被災者へどのように対応するかということであります。また東北3県は全て災害救助法の適用対象となっておるわけでございますが、避難者への食料提供など救助全体が全額公費で負担されることを、全ての関係自体に徹底をされねばならないということであります。その部分は全額公費で行われますよとなければ、関係自体なかなか動けない点がございます。そこのところを徹底をしてもらいたいということでございます。その他我が党の対策として、本日の正午現在でございますが、企業団体等からご提供いただきました物資約100トンであります。水51トン、食料15トン、生活用品30トン、医薬品4トンでございます。これを正午現在でトラック18台を用いまして搬送したということになっております。詳細、担当にお聞きをいただきたいと思いますが、一番直近のお話では、こういうようなお話もございました。16時頃でございますけれども、横浜市内の横浜周りのそのサポーターの皆様方約120人が横浜から地下鉄を乗り継いで手運びで我が党本部に物資を届けてくださいました。横浜周りのそのサポーターの皆様方をはじめとする約120人の方々、地下鉄を乗り継いで手運びで党本部に届けていただきました。ウェットティッシュ、紙おむつ、生理用品、カイロなどなど、合計196ケースであります。これも被災地に早急に届くようにいたしたいと思っております。我が党といたしまして、多くのご意見ご提案をいただいております。党本部にも何千という単位でのご要望を頂戴をいたしておりますし、私のところもそうです。ここに臨席をしております議員もそうですし、我が党所属議員すべてのところにいろんなありがたいご提案お申し出を頂戴をいたしております。でこれは言いっぱなし聞きっぱなしということが絶対にあってはなりません。本当に皆様方のそういうようなありがたいご提案お申し出というものを集積をいたしまして、我が党の中でそれぞれのジャンル別に整理をいたしまして政府に届けるという仕組みも確立をすべく指示を出しておるところでございます。でこれはもう本当にもう何千件ということになりますが、これが確実に政府に届き、我が党として対応できるものは対応するという形にしていかねばなりません。それをシステムとして動かしたいと思っておりまして、そのシステムの立ち上げを急いでおるところでございます。本当に我が党を支援してくださる方々、それはもうどの党を支援しているとかしていないとかそんなことは関係ございません。とにかくいろんなところへ提案をしているんだけども、自民党さんもちゃんと聞いてくださいねというのがあるわけでございまして、そういうものが的確に政府に届くべく全力を挙げたいというふうに考えておるところでございます。また例えて言いますと、賃貸住宅、我が党とも、随分と関係のある団体でございますが、賃貸住宅の皆様方から政府に対しまして、
こういうような空き住宅があると、例えば秋田県にこれぐらい、山形県にこれぐらい、そういうようなことがございます。でもちろん政府にも申し入れていただいているわけでございますが、そういう情報が例えば誰が契約をするのということを考えましたときに、各県が契約をするということになります。で、県がそれぞれの空き住宅の情報を把握をして、それが被災地に届いて、被災地の方々がそれぞれ一番あったところへ行けるというような仕組みを作ってもらいたいということも強く政府に申し入れ、我が党としてもこうしたらどうだろうかという提案をいたしておるところでございます。また福島を中心といたしまして、農産物、こういうものがの放射能の被害を受けているということがございます。そういうものに対してどうするか、あるいはいろんな事業を営んでおられる方々が休業を余儀なくされておるということがございます。この時にどういうような法律の適用があるのかということについて、政府もお考えだと思いますが、私どもとしてこうあるべきだということを早急に確立をして、政府に対して提案をしていかなければなりません。それぞれの方々にとっては死活問題でありまして、誰がどのようにその部分の保障を行うのか、これは法律の読み方もございますけれども、これは急を要する問題だと思っております。我が党としてきちんとその確立をし、政府に対して提案をしていきたいというふうに考え、今作業を進めておるところでございます。またその他、各国政府からこういうことをやりたいと、ああいうことをやりたい、こう何をしてほしいですかと聞くのではなくて、それぞれの政府か日本政府に対してこういう申し出、お話を受けたまっております。なかなか政府も混乱状態で、そういうものを受け入れる体制が万全ではないということを承知はいたしておりますが、それぞれの国々が自分の国としてあれをやりたい、これをやりたいと思って、なかなか回答がないという状況は看過をしてはならないことであります。政府はそのものに対して的確に対応するというような姿勢が必要でありますので、このこともきちんと申し上げたいと考えております。私からは以上であります。ご質問があればお答えをいたしますし、またそれぞれの担当から、さらに詳細なご説明をさせていただきたいと思います。私から概略以上でありますが、ご質問があればお答えをいたします。それでは記者の皆様からご質問を受けいたします。質問される方、挙手の上、社名を名乗ってお願いします。どうぞ。はい、じゃあ2点目は私からお答えをいたします。本日総理が視察を見合わされたのは、天候不良によって、ヘリの飛行というものが十分確保される状況なかったと、そういうことだというふうに聞いております。それはそういうことなのだろうと考えております。で、総理が視察に行かれるという場合には、その視察が本当に被災民の方々に対します、いろいろな支援がさらに強力に迅速に的確に行われるということにプラスになるものであることが当然必要であります。何のためにおいでになるのか、そこにおいてご覧になったことがどのように反映をされるのかということが適切に行われるという視察であるということでなければなりません。そのことがきちんと確保されているかという問題、そしてまた当然のことでありますが、受け入れる側が総理の視察を受け入れるということに忙殺をされて、
実際に困窮の状況にある方々に対する支援がおろそかになるということであってはなりません。その点は政府においてきちんと検討されておるということだと信じておりますし、そうあらねばならないということだと思っております。本日は天候の不良によって実行されなかったということでありますので、それはもうそれ以上でもなければそれ以下でもありません。もう総理が行かれるということはそれだけ重いことなのだということを当然ご認識の上で、今後の視察の日程が組まれるものと期待をいたしております。1点目につきましては谷議員からお答えを申し上げます。はい、実務者会議は今日で3回目であったわけです。毎回2つのテーマで行うということは、実務者会合というよりもその上のレベルで決まっておりました。当面原発は毎日やろう、それで急ぐべき課題からやるという、まあ、なんとなくそういう雰囲気であります。復旧復興も大変大事だということは十分承知してますけれども、命の関わるような問題を急ごうということで、今日と明日を、まあ、避難所の支援ということにしているところです。明後日以降のテーマはまた明日決めるということでございますけれども、私の方からは今政調会長がお話がありましたように、住まいの問題、住宅の問題、それから行政機能の確保、市町村がだいぶやられてますので、そういう問題提起をあの場で小田幹事長の方にしておりますけれども、テーマは明日決めるということです。はい、どうぞ。共同通信の西野でございます。実務者会合の件についてお伺いいたします。3回目ということで、1回2回の時に提起した、野党側からですね、提起した問題について今日どういうふうな答えがあったのかということ、それから、過去20キロから30キロの国内隊員の方々の問題というのは結構提起されたんですけども、今日どういうふうなやり取りがあったのかご紹介します。はい、じゃあ谷議員、西村議員からお答え申し上げます。いろいろたくさん提起してるんですけれども、まあ、我々、自民党の方は西村さん相談して言いっぱなしではあれだから、必ずペーパーを出そうということで、もともとのペーパーあれを必ず出して発言しています。ただ60分です。時間は2つのテーマです。1つのテーマが30分です。政府はだいたい10分説明です。そしたら20分で8つの党がですね、こう言うということですから、その答えはほとんどないといいますか、一部ちょっと西野さんから補足させていただきますけれども、原発の20から30という数字の距離の科学的な合理的な根拠を明らかにしてほしいというのは、西村さんの方から提起をして、各党からもあったんですけれども、なんか口頭で、もう一つ皆が納得できない答えでありましたし、まあ実際その場で、回答するということは、始まる冒頭にですね、補佐官か富士補佐官がいくつかあるのみです。また全部の回答を求めれば、とてもこの時間では終わらないという事情もあろうかと思います。ただ引き続きいろんな場面でですね、我々はこう文書というよりも一つ一つのそういう施策を前に引き出すように求めていきたいと思っております。我々もですね、いくつか、まあ、毎日こう紙で出してますし、各党紙で出しているところ多いんですけれども、まあ、その回答を資料で、分厚い資料を作ってもらうような作業を求めることはしたくないと思ってますので、まあ、個別案件は個別に、まあ、冒頭でも連絡をいただければいいですし、大きな枠組みの話は枠組みの話できっちり返していただきたいということは申し上げています。で、今日現に昨日申し上げた農産物の被害とその補償の問題について私も問題提起しましたし、各党からあったんですけれども、今日担当者もいない、来てないということになったわけで、まあ、最後に、いや来てましたと言って手を挙げられましたけれども、まあ、ここは事務局ちゃんと整理をしてもらって言いましたけれども、まあ、大きな話はぜひ、みんなの場で、まあ、ある程度
しっかりした答えをですね返していただきたいと。今日は外国メディアに対する提案をいたしましたけれども、まあ、滝野さんの方からですねこれに対して対応しますということでしたから、まあ、明日以降何らかの対応あると思いますけれども、まあ、今政調会長お話しあった通り外国メディア情報がないからやっぱり日本政府は隠蔽してるっていう疑念をすごく強く持ってますので、これは国内の原発については常にその疑念があるわけですから、むしろ積極的に情報開示しろとしてほしいということを申し上げてますので、まあ、明日以降何らかの改善があると思いますので、そういうところは目に見える形で、ぜひしていただきたいと思いますし、20キロ30キロに避難している人たちの支援については具体的な話も欲しいと言われてますので、我々自民党に寄せられている声なんかを整理して渡したいと思いますので、まあ、そういう個別の話は個別で対応すれば済む話ですから、何も実務者会議の場で言うことはないんですけど、ありませんし、分厚い資料を求めているわけではありませんので、まあ、大きな方針とか大きな枠組みの話はですね、ぜひしっかり答えを返してほしいと、お互い言いっぱなしでもダメだということを申し上げています。他に質問ございますか。すみません、先ほどの話の中で冒頭にその藤井さんから、いくつか答えがあった、前回前々回があるんですが、その内容をちょっとご紹介いただけないでしょうか。まだメモしてないんですけど、それは各党の個別の提起に対する回答などもありますんで、また事務局の方でちょっとメモを取ってますので、また後で資料配布を1回目2回、いや昨日と今日のですね、冒頭の藤井大阪の回答といいますか、他の党からの質問もおりますけれども、配布させていただきたいと思います。最初の政調会長幹事長会談、あれなんですかね、もう一つ上の会議ですね、協議会の方であった話について、衛星電話が成田についたけども、成田でずっと止まりっぱなしになっているものがですね、それは痛感をしましたとか、あるいは電気自動車全然給油ができないところを三菱自動車によって給油ができるようになりましたとか、そういう具体的な報告がいくつかありました。あるいはどこどこの病院について、避難ができてないというところについての避難は着手しましたとかですね、そういう話なんだけど、まあ細かい話は別に報告なくても本当はいいんですけどね、それはちゃんとやってくれてれば別に我々もいいんですけども、むしろ大きな方針、政府方針をどうするかとかですね、そういったことの方がむしろ、大きな問題だと思います。そういうことを求めていきたいと思います。あとですね、明日から平日に復するわけであります。この3連休中も総裁幹事長以下、多くの議員が参集をして、こちらの事務局を中心としていろんな議論が行われましたが、明日からいろいろな事情で、この3日間来れなかった議員も東京へ戻ってまいります。政務調査会といたしまして、今谷議員からもお話がございました、西村議員からもございましたが、もう政府賠償というものをどう考えるかということにつきましては検討していかなければなりません。原子力損害賠償法という法律でございますが、これが未曾有の状態ということになって、いろいろな条文をどのように適用するかということは早急に方針を出しませんと、福島を中心とする方々、これは農家の方々は例えば牛をどうするの、豚をどうするの、鶏をどうするのということもございましょう、生き物ですから。そして、いろんな農産物どうするのということもございます。いろんな宿泊施設に全然人が入らないということもございます。で、事態も異例のことであれば金額も異例のものに上ることが当然予想されるわけであります。この賠償をどうするかということについて、もちろん今日から議論はしておりますが、我が党としてこうするべきだということは申し上げていかねばなりません。もう一つはこの電力をどうするかというお話でございます。このこともいろんなご提言を寄せられておりますし、我が党にもエキスパートがたくさんおりますので、方針を出さねばならないと思っております。特にもうそろそろ4月に入ります。夏場に向けて電力需要の急増ということが予想されるわけでありまして、これにどう対応するのかということは今から明確な方針を出しておきませんと、
非常に産業にも生活にも大混乱を与えるということになります。このような原子力発電所の関係で申し上げれば、賠償の問題、それからこれから先の電力供給体制の問題、こういうものに我が党として明確な方針を策定をし、政府に申し入れるという作業は急ぐというふうに考えております。よろしいでしょうか。他にご質問を。先ほどの政調会長の冒頭発言の最後のところで、各国からいろいろ援助の申し入れなどが来ているとありますけれども、その中で軍隊なんかも救助に関わりたいというような話もあると思うんですが、それについてどのように考えますか。はい、これは今まで多くの海外の震災がございました。私も担当大臣として関わってまいりましたが、大原則として軍隊というものの受け入れについては、被災国の要請というものはなければ、そういうものを受け入れることはないということが大原則だと承知をいたしております。もちろん民間の方々の、各国のですね、軍隊でない方々のいろんなお申し出についても政府が判断をするものでありますから、原則が違うわけではありませんが、特に軍の受け入れということについては、主権国家としてまた別の判断があるというふうなのが今までの例でございます。私どもが今まで世界でいろんな震災あるいは自然災害がありましたときに、自衛隊の派遣というものを申し入れたことは何度もございます。しかしながら、その被災国から軍隊来てくれというような要請がないままに受け入れたという例は過分にして存じません。今回多くの国が軍隊の派遣というものを検討しているというような報道は承知をいたしております。しかしそこは政府において、これは軍隊でない方々の支援とは性質を異にするものであります。もちろん被災民の支援ということで、いろんな方々のいろんな国々の力というものは借りていかねばなりませんが、主権国家の判断として軍を受け入れるということについては、その必要性、妥当性も含めまして、政府において何でもいいんだという判断にはならないものだと考えております。そういうようなもの以外の援助、あるいは国を挙げての援助というものがなお足りないという状況、そういうようなことなのかどうかも含めて、政府においてそこはきちんとした主権国家としての判断がなされるべきだというふうに私は考えております。よろしいでしょうか。他にご質問どうぞ。よろしいです。先ほどの賠償の関係でこれから検討されるということですが、これは財源も含めてという形なんですけど、かなり金額的には多額の賠償という形になるかと思うんですけど、当然お金がないのにですね、この例外規定というものを適用することにしたはいいけれど、とお金がなくてどうしましょうみたいな話になってはどうにもならないことでございます。さりとて、じゃあその積み上げ積み上げでですね、いくらになるのだということを検討しておったらは間に合わないということもございます。当たり前のお話でございます。で、ここは当然財源というものを検討しなければならないが、この関東大震災すら上回ると言われるものに対して例外というものを適用すべきなのではないかという意見が強いということを踏まえて考えた場合、一体このスキームというものをどうやって動かしていくのか、誰が被害を表して、もう感情的なお話というよりも、どうすれば福島のこの事態に直面しておられる方に一番迅速かつ的確な対応できるかということで判断をしていかねばなりません。ただこの法律の適用においては前例のないこともございますので、我が党においてはこういうような、例えば GCO の事故の時にどうであったとかですね、そういうことの知見を持っている者も多くおります。それこそ我が党が持っているいろいろな経験、そういうものを最大限生かすということで、早急に検討し結論を得たいと思っております。その上で国会論戦もそうですし、この実務者会議での申し出ということに反映をすべきものだ。よろしいですか。はい、それでは以上をもちまして石破政調会長の記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。